皆さんこんにちは、バラライカです。今日はセーラームーン風ティアラの作り方をご紹介したいと思います。折り紙は15センチ角の金色を1枚と5センチ角の赤色の折り紙を1枚使います。まず最初に金色の折り紙を10センチ四方の折り紙にカットします。10センチ四方の四角の方も使いますし、もう一つの L 字型の、金色の折り紙の方も使います。これは、いろいろ試作品を作ってみてようやく形になったものなので、たくさんの人に作ってほしいと思います。真ん中のところで半分に折ってハサミでカットします。まず最初に L 字型の折り紙を白い方を上にしておきます。真ん中で半分に折ります。開きます。今度は下の角を上の角に合わせて青色の線で半分に折ります。青色の点線で左右を斜めに半分に折ります。まず一つ目はここまでで、今度は三角形の折り紙を使います。青色の点線で半分に折ります。青色の点線で大体3分の1のところなんですけれども、2回横に折ります。もう一度折ります。同じものをもう一本作ります。糊で今度はこの3つを貼り合わせます。端のところに糊をつけて、右側左側、糊をつけるところが逆になりますので気をつけてください。真ん中のところにも糊をつけて、開かないように貼り付けます。V の字の折り紙を開いて、
折れ線の真ん中の折れ線のところに合わせるようにして貼り付けます。挟むように貼り付けてください。反対側も同じように真ん中の折れ線に合わせて貼り付けます。裏返します。斜めの線、ちょうど V の字の、中心のところから左側のつながっているところまでをつないだ線ですね。そこで斜めに折ります。右側も同様に斜めに折ります。綺麗に仕上げたい人はここものり付けしてください。表に返します。左右の先の部分を、少ししならせて、輪になるように指で、丸みをつけていきます。はい、基本の部分ができました。今度は真ん中の宝石の部分を作ります。5センチ角の折り紙1枚を使います。真ん中で半分に折ります。開きます。今度は向きを変えます。右角のところを拠点にして斜めに折るんですけれども、その時に左の角が真ん中の縦の線の上にちょうど角が来るように斜めに折ってください。左側の角、左下の角がこの縦の折れ線に合うように斜めに合わせます。今度は青色の点線で斜めに折ります。この時も右側の角が縦の折れ線のところ、先ほどの合わせた角のところにぴったり合うように折ってください。次に青色の点線で斜めに折ります。赤色の線のところと同じラインになります。左側のところも青色の点線で折ります。斜めに折ります。今折ったところを全部開きます。つけた折れ線に合わせて、今度はちょうど最初につけた折れ線の半分のところで斜めに折ります。折れ線でもう一度折ります。右下のところも折れ線のところでもう一度折ります。今度右上のところも最初につけた折れ線の
半分の大きさになるように斜めのラインで三角形に折ります。ついている折れ線のところで折ります。今度は最初につけた左のところの折れ線のところで折るんですけども、その時に左上の角のところを最初に折った、一番最初に折ったところの三角形の下側に入れ込むようにしてください。ひし形ができました。このひし形の4つの角を折っていきます。出来上がった宝石の部分を金色のティアラに糊で貼り付けていきます。ティアラの完成です。これを実際にはめて頭につけて、遊んだりするときには後ろのところに輪ゴムをつけるといいと思います。輪ゴムを両サイドの、ところの、白い部分ですね、そこに糊をつけて、留めるようにして頭につけてください。ただあまり輪ゴムがきつすぎると、破れてしまいますので、短い輪ゴムが小さくて短い時には輪ゴムを2本使ったり3本使ったりして調整してください。輪ゴムを2本使う時はこのように、重ねて間を通して結ぶと簡単につながります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらからお願いいたします。